はい、ちョエキたろです。あの、ところタイのン孫こと、久保ひ美ね。不起訴 <laughs>、ね。7日で出てきたって本人のね、チャンネルで言ってましたね。いやー、驚きましたね。まあ、内容がよくわからなかったんで、まあ、本人曰く、脅迫殺すぞ、と、ね。言ったことで、逮捕ということでね。まあ、普通で考えればね、これは警察の横暴だ。ね。 こんなことはおかしいぞってなるんだけど、これって <laughs>、まあメインチャンネルでもしっかり話してると思うんだけど <laughs>、あのもう反射扱い <laughs> そういうことだよね。まあヤクザでも暴力団でもないけど、まあ、まあこいつらパクっといてもいいんじゃないってで、まあガサのかけ方も、まあ最初は逮捕するって言ってなくて、まあ話が聞きたいからって言ってガサかけてって、 本当はなんか物が出てくると思ったんだね。なんかカーペットも引っぺがしてっていうことだから、まあ要するに薬物系の傘の書き方だよね。どう考えても。うん。喧嘩だどうのこうのっていうことはそんな傘の書き方しないんで、なんか出てくればっていう風になったけど、でも他にも余罪的なことあるんだけど、まあこれは今回は書しちゃうんだね。うん、なるほどね。まあ。 いや、これはね、へえ、そんなことがあるんだ。で、言うほど帰ってきましたよって言っても、その、となんていうの、チャンネルも伸びてないっていうか、普通の、いや、うん、世間の見方はそうなんだ。いや、僕はもう、私はあの、彼のことにはちょっとわからないですね。予測がつかないというか、本当に、斜め右、 え斜め上を行くとか言うのもうなんか、すごいんだよね。うん。警察もなんだろう。で別に、いや、すごいのは、そういうことあっても、彼のチャンネルにスポンサーとかついてて、いや、それって普通って、どうなんだろうなんか常識が、 常識がちょっと違うのかなっていう、すごい世界を構築しているなって。いや、いいことなんですよ、それは。だって、ま、実際、逮捕されただけで、あの、起訴もされてないのは無罪っていうことなんで、悪いわけじゃないですよ。でも、そんなようなことがあったりすると、普通の人は、とてもじゃないダメージを受けて活動ができなくなるわけですよ。なのに、全然気にしてないっていうことは、すごいななんか。 うん、ねえ、教育チャンネルって、でもなんか言ってるけど、本当にある意味教育になってるのか。<laughs> で、まあ、人様のね、チャンネルなんで、ああ、こう言わないけど、あの、最初の歌とかもあれは、いや、あれ、あれは反戦の歌なんですよね。うん。まあ、それを替え歌にして、歌って、 んで、ゲストもあれ歌わなきゃいけないって、地獄ですよね。あの、本来の意味合いと、あの歌がどうしてできたかってことが分かってちょっと使えないとは思うんですが、まあ、そんなことは本人にとっちゃ関係なくて、多分通じないんだろうな。で、うん。タイソンチャンネルで育った子供たち、地獄だと思うんですが。<laughs> 地獄で変なフリーもさせられてかわいそう。あれはパワハラにならないのかなこのチャンネルに出て何か語りたかったか、これやれっていうのは、あの、なんか、ある意味土下座教養より辛いような気がするんですが。ねねえ。びっくりします。なんかいろいろなことがもう私の頭の中ではわからない。だけど、あのあり方っていうのはもう本当に反射扱い。 別にそうやって不起訴になっても別に関係ねえよねって。また、また来るよ。<laughs> 多分今年中にまた2、3回来るよ。このパターンは。はい。うん。ただ、裁判所がそのうち、あ、これで起訴できない裁判所が、うん、うんって言うのかなっていうのはあると思うんだけど、いやー、これはね、あの、たい聞いたことあります。私の周りでもそういう感じでやられる人は、まあ、長期も何回も言ってて、まあ、その、 すごい、えー、何かのね、えー、グループのリーダー。例えば、例えば、えー、薬物系の、もう、えー、元締めとか、えー、何かの、えー、窃盗団の元締めとか、あるいはそういうグループのリーダー的な人がそういう風にな,なるんですよ。はい。そういう、でもないのに。でも、殺すぞって言って逮捕される。 っていうことは、次からもそうなるんで、気をつけた方がいいで、これで良かったから大丈夫ってならないんですよね。もうそういうことなんで。まあ、正直言って、えー、うん、あの、なんて言うのかな。もう本人も有名人だから、こういう風だから、っていうことを言ってて、それを本当になんか喜んじゃってる節があるんで、やばいなと思いますけど、うん。もう次からは、何か言われたら、 うん。被害届出せば、パクられちゃう <laughs> そうですよね。まあ、実際本人が恐ろしそうにしてるんだから仕方がないよね。見た目とか、服装とか、ええー、某、あの、言動だとか、俺は怖いんだぞってやってるから、何か言われたら怖い。本当にそうされちゃうのかもしれませんっていうふうに思うわけだから仕方がないよねっていう話です。以上です。はいチャンネル登録、高評価 チャンネル登録、高評価と言い続けて、今年からですね、今年になって、ね。そしたら1万人も増えた。ね。あの約1名、すごく、お前のチャンネル登録しては私に何のとこがあるのかっていうコメントが、すごく傷つきました。その言葉に負けて、これを言い続けなければ、1万人増えるってことがなかったということで、皆さん本当にありがとうございます。これからも言い続けます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。以上です。